ません、最近に来た島崎です。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。じゃあお入りください。はい、お荷物はこの辺に置いていただいて、はい、ないです。あ、お願いします、はい、手洗いの方手洗い、はい、はい、はい、終わりましたらこちらの方にお入りください。はい、じゃあ失礼します。よろしくお願いいたします。音楽はどれぐらいやっていらっしゃるんですか？あ、そうですね、あの3歳からマリンバをやっておりまして、はい、あのちょっと久しぶりにまたやってみようかなと。あ、はい、とどれぐらい間は空いていらっしゃるんですか？30年ぐらいですね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします、はい、一緒によろしく頑張っていきましょう。はい、はい、では、あ、飛び出してみてもいいですか？本日いらっしゃった理由を教えていただいてもよろしいですか？体験レッスンを受けてみたいなと思いまして。ハヒハって言われて。では、レッスンを通じてやりたい曲やお好きなジャンルなどはございますか？あ、そうですね、まあ、まずやっぱりちょっとクラシック好きだったので、はい、あのクラシック触れたいなと思うんですけども。かしこまりました。ではあの練習 の本を使って一緒にやっていこうと思います。はい、で本日も月曜日にいらっしゃったんですけれども、はい、レッスンの希望の曜日や時間帯などはございますでしょうか？そうですね、ちょっと仕事の関係があるのでできれば月曜日の昼過ぎぐらいがいいんですけど。あ、はい、ま、毎週空いてますか？はい、はい、あ、もう出る感じでございます。レッスンにあの通われる頻度どれぐらいになりますでしょうか？あ、ホームページ拝見しまして、はい、できれば毎週30分ずつのやつが、はい、かしこまりました、はい、ありがとうございます。では早速マリンバの方をやっていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。こちらをお使いください。はい、いや久しぶりだな。どうやって持つんでしたっけ？あ、なんで触ってるんですか？まずはあの、はい、左右同じ長さで持つっていうのと、はい、真ん中辺ちょっと後ろ、ちょっと真ん中よりちょっとこう後ろの方で持っていただきまして、はい、でこう構えた時にこうハの字になるように持っていただければと思います。はい、まず鍵盤の上でこう構えていただいて、はい、こうなったりこうなったりしないように綺麗なハの字になるように、はい、ハの字になるように構えていただければと、はい、このまま、はい、叩き方をやっていこうと思います。はい、マリンバを叩く時はしっかり振りかぶって落とす。まずはこれをやってみましょう。はい、上から、はい、上からで叩き終わった後に止めないで上げる。自然にこう戻ってくるように、はい、戻ってみます。上手です。あ、ありがとうございます。ではあの反対の手の方もやってみましょう。はい、叩きつけずに。はい、やっぱ左手難しいですね。難しいですね。では今左右上手にできたので。はい、次は左右一緒に同じ高さに同じタイミングで振れるように練習してみましょう。はい、音は音はどうしましょう。そしたらドとミでやりましょうか。はい、さっき僕叩いたのってドで合ってますか？そうです、ここがドで、はい、どこがミですか？ドでミファソシドになります。はい、順番に並んでるんですね。はい、では左右一緒に同じように振って、はい、同じように落ちるように意識してやってみましょう。はい、いきます、せーの。おもう島崎さん、はい、ちょっと左手が早いです。全然早いですか？はい、左手がちょっと早いので。どのぐらい早かったですか？ちょっとちょっと左手もちょっと高いホロンでした。はい、ちょっと高くなっている。高くなってました。はい、ちょっとで一回小さくこれぐらいでやってみましょうか。わかりました。これぐらいの高さでやってみましょう。はい、せーの。あ、ちょっと今度右手が入る。ちょっと右手が入る。はい、右手が入る、はい、今見た感じ、はい、右手の方が低いんですね。あ、高さ揃えればいいですね。そう、なので右の方が早く落ちてしまうので、はいはい、今目に見えるあの視界に入る範囲で構わないので、これぐらいの高さでしっかり両手が同時に落ちるようにやってみましょう。はい、いきます、せーの。はい、いいですね。はい、持ててすごく上手です。持てて上手です。体が一緒にこう一緒に動いてしまっているので、はい、まずあの基本の
まあ、先にお伝えすればよかったんですけども、はい、マリンバを前に立つときにしっかり体をまっすぐ背筋に対してまっすぐ立つのと足を少し広げて立ちましょう、はい、ではちょっとここの鍵盤でまっすぐ立っていただいて、はいはい、ありがとうございました、はい、もう草ないですので大変申し訳ないちょっとお伝えしたいことがございまして、こちらの教室では、発表会が年に2回ございます、はい、マリンバ教室に入会されるにあたって初期費用があるんですけれども、月曜日にレッスンに通われる場合は今キャンペーン中ですので入会金とマレット代はなしになります。ありがとうございます。ありがとうございます。あとはレッスンの際にノートを使いますのでご用意いただきまして、次回のレッスンからそちらのノートに内容書いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。あとはデンタルのマリンバがございまして、練習用のマリンバがあるんですけれども、はい、こちら年間1000円でご案内しておりまして、はい、4月からまたちょっと切り替えになりますので、はい、今一度1000円お支払いいただきまして、4月にまた1000円お支払いいただくっていうふうになるんですけれども、はい、ご利用はいかがでしょうか。あ、そうですね。借りたいなと思うんですけど、はい、うちマンションなんですけど大丈夫ですか。マンションでやられる場合は柔らかいマレットとかご用意いただいてやったりとか、毛布の上でこのことをやっていただくとか。わかりました。でも大丈夫だと思います。じゃあ、文句言われたらやめるぐらいにしておきます。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日借りてっていいですか。はい、そうしましたら成長代いたしますので。はい、わ、はい、かりました、はい、よろしくお願いいたします、はい、本日体験のレッスンいかがでしたでしょうか。あ、とても楽しかったです。ありがとうございます。これから毎週月曜日のお昼、はい、お昼13時という想定で話します。はい、はい、13時から30分レッスンということで、今後もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さよなら。早い早い